あの、それでもね。当時そのやっぱアメリカに行って一人やるんだって。こう思われたのは佐々の場合、サッカーが上手くなりたいっていうことですかね？うまく、うん、もとにかく上手くなりたかったですし、うん、日本のまあ、自分自身も変えたいという部分もありましたし。し、うんうん、はい、どんな部分を変えたいという風うに思ってらっしゃった。やっぱり日本では通用してても、うん、やっぱり世界と戦う上ではやっぱり今の自分じゃ勝てないなって、うん、体の大きさもそうですし、メンタルの強さも。 なかったですし、うん、当時でも女子のサッカーでねそのいきなりこうやっぱ世界に強す選手になりたいっていうぐらいのこう大きな夢を持ってらっしゃる方っていらっしゃいましたその当時はあんまりいなかったね。今こそね紗、はい、さんがやっぱり出てこられて、はい、次々後輩の方も続いてらっしゃると思うんですけどみんななんかえって感じでした紗さんがその夢を入れ、まあ、たのでまで、あ、少し、うん ですけどやっぱ道は作れたかなとは今後、まあ、子どもたち未来ある子どもたちに、まあ、そういうのは作れたかなとは思いますね。さっきねあのこうアメリカでこうやっぱ孤独寂しさの中で、えーまあ、サッカーに打ち込まれたっていうふうにおっしゃったんですけども孤独や寂しさってやっぱり自分を見つめ直したりこうなんていうか自分を変えるのにやっぱりすごく役に立つって変ですけど効用があ,りあると思いますやっぱり時間を やっぱりある分自分と本当に向き合える時間もたくさんありますしまあじゃあどうしたらいいのかなっていうのも考える時間にもなりましたしまあ自分自身もじゃあこのままではいいかって言ったら良くないと思ったのでやっぱり人とのコミュニケーションだったりまあ英語を勉強するとかやっぱり自分にできることはいろいろ考えつつ向き合って。 やりました。本当に何か似てますね。こう歩いてる時の、いやでも<の>彼女の方がやっぱ大変だとは思いますけど、うん、いやーサーサの方が大変かもしれない。言葉が通じますもんね。<laughs> はい、だから誰かと会うとすごい彼女は。<あ> <laughs> わーって言ってこうコミュニケーション取ったりとかできるんですけど、さあ、はい、さん最初のね何年間かはきっと、ね、本当やっぱりそれ,それって人間にとってすごく辛いことですよね。まあつや辛いことだとは思いますけど、やっぱり強くはなりますよね。はい、やっぱり今のじゃさあさんのこう精神的な強さっていうのはあの五年間でやっぱりこう培われた部分ってかなり大きいですか。あると思いますね。はい。 あと一方でそのさあさまあのドイツのワールドカップでねそのチームとしても選手としても頂点をまあ極められてその後えっとこう何ですか抜け殻になるようなこともあると思うんですねやっぱり燃え尽き症候群で,ででもその後もずっとこう結果を少しずつでも着々とこ出していらっしゃったその逆にそのモチベーションの維持も結構大変だと思うんですけどもそこはこうご自身で一回こう世界を極めて次の目標は何っていうふうにこう置かれたんですか そうですね、まあ、あのワールドカップが終わってからは次あの、オリンピックがあったので、うん、やっぱりそ今度はそのオリンピックを目標にずっと戦ってきましてやっぱりその人間、欲が出るので <laughs> あのやっぱり目標を達成してもやっぱりもっと上に行きたいとかうま、ん、くなりたいとかやっぱり目標がたくさん増えてしまってで今に至るわけなんですけどでもやっぱり現役でいる間は常にやっぱり目標を高く持ってあの前向きに 取り組みたいなっていうのは常に思ってます。その個人としての目標ともちろんチームそのマアイナックと代表と二つのチームあると思うんですけども、もそれぞれ目標あると思うんですけど、佐々木ささねって個人としての目標って何ですか？今の夢だったり目標。まあもう本当にあのそうですね。そんなにまあ多分現役とかは。 じゃああと5年10年やるというつもりでもないと思うのでやっぱ個人としては本当にあのやりきったって思えるように全力でもう一日一日をあの過ごしたいなと思ってます <laughs> あのこの映画でこうお母さんの言葉とかが、まあ、主人公を反数するところがあるんですけどもこうで、まあ、言葉っていうのがいくつか出てきてそれがすごく重要なこうシーンで出てきたりするんですけどもサーサーの場合こう 人生で辛いこととがあったりとかちょっと心が折れそうになった時に大事にしている言葉とか、まあ、この人から言われたこの言葉がすごく支えになってるんだよなとか自分自身でいつもこれをこう言い聞かせてるんだよなみたいな言葉ってありますかえ私は、うん、あの小さい時から、まあ、母親にあの「チャンスの波に乗りなさい」って常に、うんはい、言われてきました。それれ自分で、えー、あこれだって 思った私はなんかあのやらないで後悔するよりやって後悔した方がいいのでとにかく自分にチャンスとかやっぱりそういう機会があるのであれば何でも前向きに取り組むっていうのが自分の性格なので、うん、とにかくもうやってみるチャレンジするっていう気持ちでいつも生活してます、うん、やっぱりあの主人公もお母さんの言葉が結構その人生のねこうターニングポイントで大事になってくるんですけどサンさ,さんにとってもお母様って。 いつも拝見していると本当明るくて可愛いお母様ですけど、まあ本当大事なあの存在だと思うんですけどもどどんなこう存在ですか？もうもう本当に常にやっぱり自分のことよりやっぱり子供たちを優先にしてやっぱり本当に一番近くでやっぱり支えてくれているなと。 はい、もうそういう本当なんて言っても一言では表せないぐらいやっぱり本当母親の存在っていうのはすごく特別です。あの小学校のの時時にサッカー始められたたまだ女の子少なかったと思うんですよねでそれでもやっぱりこう好きなことをするっていうカーさのこう背中をいつもお母さん押されてたと思うんですけどもやっぱりそのサッカーをこう始める始めてちょっとこう続ける時にお母さんの存在ってすごく大きいかったですか そうですね、まあ、もう本当に今までもそうですけど常に、まあ、の私がやりたいこととかもう小さい時からそうですけど絶対反対することはなくて常に自分がやりたいということはあのやらせてくれてましたしなんか本当にそういう母親を見てきているので、まあ、そうい,ういつか、ね、自分もそういう,ふうなんか母親のような、えー、存在になれたらいいなと思います。ご結婚もされて お子さんも前々から「さあさん欲しい」っていうふうにまあ、ね、あのおっしゃったりしますけども自分がこうお母さんになったらこうやっぱり自分がお母さんにしてもらったようなことをしてあげたいなっていうのはしっ,ってあげたいなと思いますしやっぱり子どもに可能性があるのであればもうあの自分がダメっていうことは全くないですしそのやりたいことは思いっきり伸び伸びとやらせてあげたいなとは思ってます。うん